はい、じゃあ続きやっていきたいと思います。レベル4で終わりかと思いきやですね、レベル5があったというか、後で追加されたみたいなね、形になって、まあ A やってみたんですけど、ちょっと難しかったんですよね。はい。こっから厳しくなっていくのかな？マスは増えてないんだけど、まずは0を全部バツつけちゃおうか。はい、ここと、ここ3列、縦3列全部バツ。まあ、これだけでもだいぶ、絞られてくるんでね、楽になるんですけど、これはここは全部アウトで、OK ですね。で、こっからね、下に伸ばしていきたいんだが、全部ここ1個バツでしょ。ちょっともう説明だいぶ省いていきますね。大体もう、見てくれてる方々、理解していただけると、ね、していただけてると思ってるんで、5、6、7でバツでしょ？で、ここは2の4で、バツ、バツ。2でバツか。ここは縦は全部できてる。ね。ここ赤く塗っとこうか。よし。よしよしよし。じゃあ、こっから、7だから、5、6、7、ここは OK。安牌でしょ。1、2、3、4、5、6、7。ここまでは安牌か。どうしようかな。こっからヒントねえな。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。ここは確実に大丈夫なんだけど、ちょっとここ1個打っても状況変わらずだもんね。3か。1、2、3。伸びてもここまでだからこっちは×。1、2、3。伸びてもここまでだからここは×確定。うん。まあ、ここは4なんで、ここは結んで OK。まあ、どっちかに作って、想定して、ここはバツでしょう。これできてる。これが、これだからバツ。で、残りは、3マス入るね。1、2、3、ここ OK。1、2、3。こういう感じか。どっちかに入るね。これも、こっちがこっちかなんで、バツバツバツ。バツですね。で、縦がここ3なんで、こことここはバツ確定でしょ。オッケー、これ決まったね。4。ここに打って、今度は縦見ていく。これでしょ。で、これもできてるのか。バツバツ。だね。1、2、3、4、5、6、7だもんね。どっちかわかんない。あー、これできたわ。右に伸ばして、あとは、バツ。オッケーオッケー。1、1、1で、1、2、3、4、5、バツ。1、あー、数合わないか。1、バツ、1、バツ、1、バツ、1、あー、ダメだ、合わない。ここもできるね。はい、こうなる。で、今度上に伸ばして4だから、ここもバツ。こんな感じかな。あとはね。まあ、一応安牌打っとくか。この、ここね。1、2、3、4、5。ここ OK。1、2、3、4、5。重なるから、ここ OK だ。この1マスだけなんだよな。縦見ていくか。5があるから1、2、3、4、5。ここは OK。1、2、3、4、5。ここも OK だ。この5を見てますね。ってことはここ、ここ OK。って見ると、この位置はおそらくこれだ。から、バツバツ。で、この5がここから始まるんで、右に伸ばす。1、2、3、4、5。OK、OK。予想通り。
予想通り予想通り。同じ上も。この上がこの1だからね。4がもうこっから、こういう感じで伸ばしていく。オッケー、予想通り。ってなると縦はもうできてる。こういう感じだね。はい。242の組み合わせもできてるね。242の組み合わせもできてる。422だから、ここは2個で×でしょ。まあ、どっちかにつくんで、この上は×か。こういう感じ。で、横見るとこれ3なんで、ここは絶対×確定でしょ。で、今度縦このね、あ、これ赤にしちゃった。この3も縦で見ると、ここね、2マスしか空いてないから、バツバツで決まりで、ここ3マスしか空いてない。ここで決まりだ。OK。と見ると、この2は、ここに絡んでくるから、ここを打つ。これできてるでしょ ?1 できてる、2もできてる。ここバツだね。224できてる。ってことは、左に伸ばせばいいのか。567。OK。よーし。111。これがどっちの位置かわかんないんだよね。ここ入ってくる可能性あるし。まあ、ちょっとわかんないんですけど。この2はこれで決まりだ。この2はこれで決まり。あと全部1なんで、縦ね。ここはパーツだ。111だから、どっちかにこの1が入るんだろうね。どっちだ?わかんねえな。わからん。1,2,3,4,5 だよね。必ず1×1,2,3,4,5 違うよな。わからん。全然わからん。全然、あ、この3は1,2,3。ここ大丈夫だな。右から3、左から3。なんで、ここ絶対大丈夫。大丈夫なんだけど、11、これできてる、できてるでしょ。ここもできてるね。これはまだちょっとわかんないんですよね。ここもできてるでしょ。あともう少しなんだよな。この3は、1、2、3。ここ OK。1、2、3。ここも OK だ。OK、OK。ってことは、この3を下に伸ばせる。この1はこれで確定だから×でしょ。ってことは、この2は、こっちかこっちか。まあ、まあそうだよね。まあこの3も同様ですよね。1,2,3、1,2,3。ここは OK。ということは、これを5は下に伸ばせばいいのか。4、5。はい、バツ。OK。できたね。この1も横できてる。横できてる。112。112、こうか。こうだね。で、1、伸びても3。ここまでだから、ここは絶対×でしょ。1×1×1 で埋まるね。×1×1、OK、OK、OK。となると、これは、ここできたね。はい。こうなる。111の組み合わせもできてるから。じゃあ、これは右に伸ばせばいい。この3も右に伸ばせばいい。この3も右に伸ばす。これも右に伸ばすと。何ですかね、これ。何に見えます？全然わからん。全然わからん。顕微鏡？顕微鏡に見えます？いやーでも難しいですね。続いて C 行きましょう。
全然わからん。ヒントは使わないよ。わあ、これはまた難しいっすね。0の15はここにあるね。まあ、あ、ここにもあるか。3なんでここ結ぶの確定でしょ？これできた。こういう感じ。で、これ11だから、ここもできてるよね。はい。7なんで、ここ結んで OK。1、2、3、4、5、6、7。ここで決まりっすね。あと全部バツ。今んとこ順調ですよ。はい、今んとこ順調。ここ全部できてる。で、また7なんで、もう、ここね、結ぶでしょ。となるともうここ、7マス入るだけ。ここも11。あれ？だいぶ、いい感じじゃないですか？今回は。ねえ。ここ11できてる。ここもできてるよね。ここバツバツで、こんな感じですよね。ここも33なんで、結んで結んで、こういう感じなのかな？ 312。312か。123、バツ1の可能性もあるもんね。ちょっと、ここは、ちょっとダメだね。急いちゃダメだね。さて、ここできてる。あとは、4なんで、1、2、3、4、ここ OK。中3つ OK が。3も同じく、ここ OK。2はまだどっかわかんない。3があるから、ここは OK。あとは縦はほとんど1と2と、まあそんなもんしかないかな。1、1、1、1、2、3、縦見てます、縦。で、どこかに1が入ると。うん。まあ、これ見るとこれ6なんで、おそらくこれ結ぶと思うんですよね。ここ。OK。あとはちょっとまだわからない。この4はこれ絡むんで、1、2、3、4、ここ OK。1、2、3、4だもんね。はい。ということは、1、2、3。伸びてもここまでなんで、ここは×確定。1、2、3。うん、そうですね。これもこっちがこっちがなんで、こことここは×。あ、いや、今、×打とうとしたんだけどな。1、2、3、×1。あ、これ決まりだ。こうだ。はい。これ1なんで、こうでしょ？4は結ぶの確定。だからここは×。6はまだわかんない。縦見ようか。2なんで、真ん中のここは確定でしょ？となるとこの1は決まり。まあ、どっちかに行くんだろうけども、この2がここに入るから、ここ×確定で、縦の2は OK。1、3の組み合わせも OK。2の組み合わせも OK だね。そうですね。1、1、1、2、1、うん。なんで、この1、1がこれを指してるのかな？ということは、ここバツバツでしょ？これも3なんで、ここバツバツか。こっちかこっち側に続いてくるから、ここは×確定か。だよね。この2はこっちがこっち側についてくるんで、1、2、×1。ああ、違うよな。ちょっとまだわからんな。これだけじゃ。あ、待て待て待て。もうここ決まりじゃん。決まりだ。1、あれ？違った。うわ、この辺全然、視界に入ってなかった。これは、操作ミスじゃなくて完全なる、ミスだ。
完全なるミス。ちょっと仕事で疲れてるからでしょうかね。まあ言い訳ですけどね。さてどっちかに入るとね、1,2,3,4,5,6 か、こうだね。あ、こうできてんだね。こうなってだから、おバツバツ、ここは1だからね、これ2だね。でここだ、こうなるわけだね。だったらば、これがこれだから×でしょう。これはもうここにしか入らない×で。何？犬？電柱と犬かな？それっぽいですね。そうだね。犬と電柱。OK、OK。いやー、ちょっと、ガチで今、間違えた。完全に、本当にね。もっと広い視野を見ないといけませんね。どうしても偏ったね、視野だと、なかなかね、自分の成長も止まってしまいますからね。はい、ゼロ。やっぱ視野は広く、興味ない分野でもね、一回片足突っ込むのが、片足でも突っ込んでみるのが僕のモットーですからね。はい。なんなら、ね、批判するためにですね、例えば興味ないもんですとかね、そういうものを批判する、一回やってみないことにはちょっとね、批判できないなと思ってて、やってみもしないのに批判する人って僕ちょっと苦手で、まあ、何言ってるか分かんないかもしれませんけど、そうですね。例えば、行ったことないラーメン屋、いや、あそこ美味しくないらしいよとかね、そういうのあんまちょっと好きじゃないんですよね。やっぱ実際行って食べてみないことにはね、なんとも。ちょっと話それましたけどね。よいしょ。別の話しながらでもなんかできそうですね。そうでもないかな。やっぱ間違うかな。1,2,3,4 伸びてもここまでだからこっからは×。1,2,3,4 だから×だね。まだちょっとわかんないですね。1×1,2,3,4,5,6。あ、ダメだ。数合わねえな。7なんで、ここは×確定でしょ ?1,2,3,4,5,6,7。ここ OK。1,2,3,4,5,6,7。ここ OK だね。どうしよっか。これだけ、まあ、9だからここ結んで OK なのかな。1,2,3,4,5,6,7。8、9でしょ。7、8、9だから、この上は全部×か。だよね。4、5、6、7、8、9、8、9だ。そうだよね。で、この、ここ2だ、2と4と2と5だから、ここは全部×。待てね。5だから、あ、間違った。ここ×でしょ。4だから、ここも×だよね。縦で見ると2なんで、こことここは×。ちょっと今回ハイペースやってます。ついてこれてますかね、見てくださってる方。1,2,3,4。ここ OK。1,2,3,4。ここも OK だね。ここで見ると、1,2,3,4,5。OK。1,2,3,4,5。ここは OK。10と1なんで、ここ結んでも OK だと思うんですよね。あ、これあったね、11。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。全部だ。全部 OK。はい。ってことは、これできた。
できた。2はどっちかにつくから、こっから連続したパーツ。4もこれ、4なんで結んで OK。どっちかにつくから、バツバツでしょ。1、2、これできてるね。1と2だから、あとは全部パーツ、OK。4は多分これだ。あと全部、縦、これ全部1なんで、2個連なってるってことは多分この4を指してるんだと思います。1、2、3、4、OK。で、パーツ1個ね。これもね、33なんで、334、433か。なんで、多分1、2、3、4、で、パーツで3つ来てって感じだと思うんですよ。だよね、多分。3、バツ、そうだよね。そうでなきゃ、筋つま合わないもんね。オッケー、オッケー。ここはできてるね。441でしょ。多分、この4がこれなんだと思うんだよな。なんで、ここバツで、この4は、ここから結ぶ。この2はもうできてるでしょ。この1ももうできてる。ということは、ここから6伸ばす。1、2、3、4、5、6でバツ。オッケー、オッケー。で、2と1だから、これもできるよね。こうなって、こうなる。ここまではいいんですが、横見よう。こういう時は。1、2、3、4、5。バツ、オッケー。2もできてる。4は、まあ、どっちかにつくんだけど、ってことはここバツ確定。確定だね。3、2、1。多分1、2、3、5入って、2個入って、どっちかにって、パターンだと思うんだよな。この1はこれでしょ？これもできてるよね。1、2、3、4、5、6、7か。オッケーオッケー。こういう感じね。この辺は全然入ってないね。1、2、3。ここオッケー。ここもオッケーだね。1、2、3。1、2、3だから。ということは、1、6、5か。こうか。で、横見ると、1なんで、ここはこう。まあ、どこにこの、どっちの位置かわかんないけどね。今度縦見ていくけど、この位置が多分これだと思うんだよな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、わかんねえ。わかんないな、これ。まだ手つけれない。ちょっと悩むな。441できてるか。441できてる。縦ね。441できてる。あとは9だから、結んで OK なのかな。6、7、8。だからここは×確定か。どっちかにつくからね。となると、この2では、ここだ。となると、この1ができるから、10はこれ結べばいいだけ。で、あとは5×。で、これは右に伸ばす。この1ができた、4ができた。あと1、1だ。どっちかわかんないけど、これはパーツでしょ？ 9、これできてる？ 5、6、7、8、できてない。できてないけど、できてないけど、ちょっとまだわかんないか。ここは、いや、わかんねえな。71できてるか。できてるね。バツだから、2もできてる。こうか。こうだね。で、この1ができてるでしょ。で、あと2だから、ここは絶対入らない。2だから、ここ。3だから、ここ。縦に9。5、6、7、8、9。できてるね。OK。縦に4。もうここ。横の3。お、あっと、間違った。いやー、操作ミス。はい、9ね。
5、6、7、8、9できてる。できてる、できてる。ってことは、この2はもうあとここしかない。この1もここしかない。なんだこれ？なんですかこれ？なんなんだ君は。おじさん。鉄砲構えてるおじさん。ギャング？ギャング？ギャングって。こういうイメージじゃないんだよな、僕の中でのギャングは。さあ、もう一問行きましょうか。もう一問行きましょう。はい、マス目は増えないね。13だから10、11、12、13、ここでしょ。10、11、12、13、ここまでは大丈夫。まあ、あとは、上に伸ばしましょうかと思ったけど、全部1じゃん。うわー、マジか。ヒントがねえな、おい。9、ここ。9はここ。あ、OK ね。まあ1なんで多分これだと思うんですよね。おっと、違う。こうか。これだけ？こっからどう広げろと？あ、まあ、ここにも9あるか。こういう感じ？こっからどう広げろと？ちょっとわかんねえな。横の9、これも見ていくか。ここと、5、6、7、8、9、ここは OK か。左右対称っぽい？対称ではないな。あ、対称か？対称ではないな。数字見た限り。この221が、こっちにないもんね。でも、かなり対称形には近い形なのかな。こっからわかんねえ。どうやって広げればいいんだ？ほとんど1か2か3か。わからん。全然わからん。これは難しい。どうしよっか。どこを埋めてこっか。13。どこ埋めよう。3でしょ？ 1、2、3。1、2、3。こっから始まったとしても、1、2、3。ここは多分大丈夫だと思うんですよね。こっから始まったら1、2、3なんで大丈夫でしょ？これも、こっちも同じ。だからここは OK。で、縦見ると2、2、1なんで、1はもう、ここ全部できてるよね。これ。で、ここ2しかないんで、まあ、どっちの2かわかんないですけど、これは決まりだよね。これだけじゃ全然ね、足りない。広げられない。これだけじゃ。どうしよっか。どうする？なんかいい作戦ないですかね。1、3、1、1、3、1。やーべ、全然わかんねえ。全然わかんねえ、マジで。1×1×1×1×2×、全然わかんねえ。どうしましょう。どうしましょう、どうしましょう、マジで。ヒントなしはここまでなのか？ヒントなしで行きたいんだよな。どうしよっか。全然、やばい。
完全に手止まっちゃった。完全に手止まったよ。どうする？勘で打ちたくもないんだよな。仮に、1、2、3って来ても、1、2、3って来たら、ここ必ず×にならなきゃいけないんで、この3は多分これ、絡むんだと思うんですよ。なので、1、2、3、伸びてもここまでだから、ここは絶対×でしょ？ね、わかんねえなー。こんなんじゃ全然。くそー、ここまでなのか。はぁ？ここまでなのか、もしかして。待て待て、確実に、どっか見落としてないか。確実にね、罰になるところとか、どっか見落としてない？わかんないよね。2と9でしょ。わかんねえよな。全然わかんない。完全に手が止まった。どうしよっか。ただ時間が過ぎるのを待つだけなのも嫌だしね。9、2と9か。3、4、5、6、7、8、9。わからん。全然わからん。ちょっとマジで本当に。本当にね、ちょっとマジでどうにかなりませんかね、これ。1×1×2 の可能性もあるしな、横ね。あるから、これ1とは決められないし。これどうやってやればいいんだろう。どっかにね、突破口があると思うんですよね。1×1×2×1×2×3。わかんない。まあいいや。よし、よし、よし、よし。わかった。じゃあ別のやり方しよう。よっけ、よっけ、よっけ。じゃあこの2と9見ていこう。仮にだけど、1、2って打って、バツでしょ？じゃあこっから9数えていこうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ここは OK。大丈夫。でね、下から今度1、2、バツって打って、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ここまでは OK。あ、違った。この考えは違うのか？いやー。いやー、なんかこれ当てずっぽうで、なんか、いやー、ちょっとこれ納得できないんで、ちょっとここ消しましょう。この考えじゃダメってこと？あ、違う。いいのか。違う。今ので良かったんだ。そっかそっかそっか。2と9の組み合わせだから、上から1、2、×の9で数えなきゃダメだったんだね。多分。だよね。そっかそっか。ってことは、ここ結んでも OK ってなるでしょ？ここも同様で、1、2、バツ、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ここまで OK なんですよ。こういう感じ。ってなるとですよ。この1はこれで決まり。で、あと9。だから、ここは結んじゃって大丈夫なんじゃない？ 1、2、3、4、5、6、7、8。そうだよね。OK。で、どっちかにつくから、ここはバツ確定。っていう風に考えて、
やってみた。この1はこれだから OK。この1とこの1もできてる。できてるね。どうしよっかな。これで、ここまで来たとはいえ、ちょっとね。まあ、縦の3で見ると、ここは、一マス空いてても意味がないんで、×ですよね。となると、9は横に引っ張っていってもいいのか。まあでも、これだけでもちょっと状況変わんないしな。ここ3つ入る可能性もあるし、ここに来る可能性もあるし、ちょっとわからん。1×1,2,3,4,5,6 なんで、ここ OK で、結んで OK だ。この6ね。1×1,2,3,4,5,6、 そう、したらここがスタートだとしても伸びてここまで来るわけだからっていう考えです。3とかはちょっと使えないんだよな。もうちょっと数字が大きいといいんだけど。ここでなんとかならんかね。なんとかならんかね、これで。突破口にならんかね。3は123、123。伸びてもここまでだから、ここはバーツ。なんとかならんかね。2はできてるか。2、2だから、この2で決まりだね。ってことは、ここ×か。ってことは、この2はどこかに入るということで、よろしいですか？この辺も打ちたいね、この1、1。1、1決めたい。あとはね、あとないね。このやり方じゃこれが限界か。この3が仮にこれだとしたら、123で決まりだね。あ、で、決まりだわ。ここ3でしょ？これも3で決まりだ。こうね。2はちょっとまだわからない。この2はまだわからない。3、3は決まりか。こういう感じか。少しずつですけど、広がってきましたね。この6なんで、結んで OK。1,2,3,4,5,6 か、こっちか。なんで、ここはバツバツ確定でしょ？4と3か。1,2,3,4じゃないな。1,2,3,4伸びてもここまで。俺バツ確定。多分1,2,3,4×1,2,3で埋まるか。×1,2,3 OK 埋まった。いやいやいや、少しずつだけど前進してる。ここ1,2ってなって×になる可能性もあるしな。この2はこれで決まりか。ということはここ×でしょ。6なので、これ結んで OK。4、5、6か6か。まだわからない。1はこれで決まり。決まりでしょ？いいですね。少しずつですけど。少しずつですけど、この3はここのどっかに入るんで、こことここは安牌。どっちかだね。どっちか。この1はできた。これもできた。この2もできる。ここ。バツ。ですね。どうしようかな。あとは、どうしよう。またちょっと手詰まりしましたね。時間がない。
やばい、時間がないんだ。俺には時間がないんだ。どうしよう。1,2,3,4,5。わかんないよね。この3も結局どっちにつくかわかんないし。この6はいけんのか。1,2,3,4,5,6 決まってる。ここバツだじゃん。ってことは、この2はここ。この1はここね。3ができた。バツだ。このどっかにこの11が入る。1,2,3,4,5,6,7。だよね。ダメだ。まだ足りない。まだ全然足りない。時間がない。どうしよう。間違った。打ち間違えたのもちょっと痛いよね。時間ロスだもんね。待て待て、落ち着け。こんな時こそ落ち着け。冷静になれ、冷静に。冷静になれ、私。そうだな。3なんで、ここはバツバツか。まだわかんないよな。これだけじゃ。2,2,1,2,2。1,2 バツ。1,2 バツ。1バツ。1,2 バツ。数が合わない。どうしようかな。1バツ。1,2バツ。1,2,3,4,5,6。1バツ、1,2,3,4,5,6でさっきやったんだよな。ダメだ。もうこっから本当に手詰まり。進めない。進めない。ちょっと動画長くなってますね。ごめんなさい。この位置はもうここで決まりだね。くっついてね。この位置はどっちかに行くわけだから。1,2,3,4,5,6,7,8 まで来たね。でもこれだけじゃあな。この位置もここで決まりだ。こうでしょ？違う。間違った。間違ったってこれ、たまたま今ここで正解したけどさ。ここもあったんだもんね。うわぁ、ダメだ。完全に見落としてる。完全に。ダメだ。敗北感が半端ない。まあいいや。大して状況変わらんからな、ここ。相手もね。さて、どうしよっか。本当にもう打つてねえぞ。柵がない。1バツ。これ何なんだ？どうにかちょっと埋めたいよね。何マスかでいいからさ、埋めたいんだけど、全然情報がないんだよな。伸びてもここまで。こっちから追っても伸びてもここまでだから。重ならないからな。やばい、10分切った。10分切っちゃったよ。どうしようかな。全く、手が進まんぞ。どうかん、今までのやり方と発想変えなきゃダメなのかな。どっちかにこの1が入る。どっちだ？ 1,2 バツで9いく可能性だってあるし。
どっちだ、全然わかんねえ。本当に全然わかんねえ、これ。くそー。なんかいい考え方ないかな。1×1、2×3、4×5。でしょ ?1×2×1、2×3、4×5。あ、ここは OK か。多分。多分、ここは OK。だけど、ここ打ったとしても、大して状況変わらんのよね。まあ、このうちのどれかだと思うんだけど、ここ、ここ、バツでしょ。これだけじゃ大した情報量にならんのよ。ああ、困った。やばい、もう8分切る。動画も長くなってます。申し訳ない。ちょっと申し訳ない。1×2×1×2。じゃあな。1×2×1×2。1×2×1×2。ここ OK か。2個来て×来て、打っていく。2個来て×来て、また2個打っていくなんて。ここは OK だ、多分。あら、違った。うわ、時間一気になくなった。ダメだ。完全な敗北だ、これ。実はね、このピクロスやる前に、ワギャンもちょっと一本取ったんですよ。ワギャンも完全なる敗北食らいましたから、今日はちょっとダメだな。やばい。3分切った。やばい。ピコピコなっとる。111、わからない。本当にわかんない。1、2、3、4、5。伸びてもここまで。こっから1、2、3、4、5。伸びてもここまで。1×2×1×2×1×2。これはダメだったんだよね。1、2、3。わかんない。全然ダメだ。わかんない。なんかいい方法ないかな?どっか見落としてない?どっか見落としてませんかね?とりあえずダメにしてもね、ちょっと、次に繋がる終わり方をしたいんで、何かしら発見してから終わりたい。1×2×1×1×1×。違うよなぁ。あー、どうしよう。この辺は対象じゃないし、まあ、どっちかに打つんだろうけど、わかんない。確定要素がない。どうする？ここもだって、間違いで打っちゃったのが正解したって感じだもんね。ああ、これほんとわかんない。これ次やっても多分解けないな。121でしょ。どっか見落としてない。確実ここ大丈夫ですよっていうところ。見落としてないか?あと10秒しかない。
ああ、ダメだ。終わった。いやー、わかんねえ。ちょっと動画長くなってしまいました。申し訳ない。完全なる敗北。はい。敗北です。まあ、動画長くなったんでね、長々と喋るのはやめときましょう。はい、疲れました。というわけでね、ここまでご視聴ありがとうございました。